ようここそゲストの皆様こんにちはです今回も楽しいゲーム一緒にやっていこうぜ。よしはい、前回やった超特急シリーズ結構好評だったんで、今回、スレンディフレディアンダーワールド続き実況プレイしていこうかなと思います。はい、続きって言ってもね、この動画からでも全然見れると思うんで、はい、お楽しみに。では行きましょう。えーと、超特急で化け物が追いかけてくるゲームなんですが、今回どこのステージにしようか。前回ね、 えーと、ベイビーって言うんですかね。ベイビーっていうキャラクターと、ちょっとだけね、この子と、えー、遊びました。遊んだって言うとすごい可愛らしいけどね。はい、殺されそうになりました。<laughs> 完全にあの、殺意剥き出しで追いかけられてましたね。はい。ちょっとこれの続きが気になるのと、他のね、上のステージも気になるんだよね。えー、こっちだよな、確か。あとね、そろそろね、えーと、結構デカめなタイトルのゲームが、 出るる予予定定みみたいなのででお楽しみにそれ実況する予定ですどうしようかな前回この子と戯れたんですけど、こいつらも気になるんだよな。まあいいわ。とりあえず、下のね、フレディちゃんと、えー、戯れてから、結構時間があったら、この子たちとも遊んでいこうかなと思います。はい。この子はクリアしてます。じゃあ、ちょっと下もう一回戻って、フレディをぶっ飛ばしましたはい。じゃあ行きましょう。 なんか、ステージは、こういう、中国のこの看板みたいなの使ったり、シティなんですよね。ただ、建物自体は、洋風というか、なんかいろいろとごちゃ混ぜ感があるような。うん、はい。なんかもう、滅びた街みたいな感じの設定なのかな。で、えっ、ー、と、このゲームね、オブジェクトを集めるんですけど、右上にアイテムズ、 エレンジアイジって書いてあるじゃないですか。で、5つ集めるみたいですね。今までの超特急シリーズだと、カメラみたいなのを10個集めてたんですが、今作では、えっ、ー、と、この新しいアンダーワールドではね、5つみたいです。はい。やっていきましょう。そして、多分大丈夫だけど、もう絶叫しないともう、これそんな怖くないんで。<laughs> と言って、結構絶叫することはあるんですが、あっ <laughs> 言ったそばからじゃねえかそういきなりねこういう BGM とか流れたりするんであれこれフレディじゃない誰 <laughs> 誰だかよくわかんないやつが来てるうわっ早いこれ無理だ一回見つかったら無理だ離せねえこれ当たっちゃった方がいいかもなあ近いなー もう恋人の距離じゃん。完全にキスしたわ。ちょっと待てよ、これ。フレディじゃなかったのか。上の子たちと遊ぼうかなと思ったけど、この子はこの子で遊んでいきましょうか。フォクシーだよね、これ。ナイトメアのフォクシーじゃないのこれはまた違ったフォクシーなのかな何回フォクシー言うんだ、俺。上の子たちはね、またの機会にやっていこうか。いやー、一度見つかっちゃうと、今みたいにずっと追われちゃうんで、見つかんないように。 次は警戒しながら行こうか。すごいね、散歩がてら走り回っちゃってたんで、もう一瞬でフラグ回収しちゃったね。<laughs> なんでだろうね。本当にね、そういうこと話してるときに来るんだよ。はい。えー、オブジェクトこんな広いところから見つけんのか。どこにあるのなんか自分の足音が、 さっきのね、超特急の化け物たちの足音に聞こえる時があって、それが怖いですよね。そして8月に皆さん入りましたが、夏休みに入られた方多いんじゃないでしょうか。結構ね、コロナの影響で夏休み短くなっちゃってるっていう方もね、多いみたいなんですが、どうでしょう、皆さん。あいた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 、俺がいない時でも走ってんだ。てか、前回ちょっとこのステージを触れたんだけど、2体以上いるんだよ。間違いなく。はい、ここで2体見ました。 基本的にステージ、ワンステージに2体登場するのかなまあ、でもこんくらい広ければ大丈夫かなとは思うんだけど、あったあったあったあっ,った、きたでーこの勝負、もろたでーさあ、やつらを一応視界に入れながら動くのが安全かもしれない。ただ、振り返るときが怖いんで、いたな向こうに。 それにも気をつけましょうある程度距離を取りながら、こう探索すると。いいですね。面白くなってきましたよ。この裏口にあんのかなさっきパッと見、見当たらなかったけど、ちょっと見ますか。スレンディフレディってなんか独特の面白さあるよね。他のホラーゲームとは違う独特の面白さというか。はい。なんか超特急からこの小田犬とかいうやつの存在を 知ったっていう方もいらっしゃるみたいで、ありがたいですよね。小道も入るんだ、あいつ。マジか。ようできてるわ。しっかり教育されてる。あれは違うかなあれは違うか。えーと、周りにはなさそうだね。と油断させてあるパターンあるかなもう一個ぐらい早く回収したいな。あれ あれ俺二つ取ったアイテムが三つになってるね。全く気づかなかった。向こういるよね、あれ。動いてるか。よし。オブジェクトは前回と同じものを集めるんだね。じゃあギターとか落ちてんのかなこっち側。あ、いけるんだ。だだっロそこのさ、そこの境目行ったら落ちそうだよね。あー、てか周り、外周広いな。そろそろ。 内側行けますかちょっとここのラインを見て、様子を見つつ、危ね危ね今のは危なかったもう大丈夫だね、じゃあ。曲がっちゃおう。折り返してくんなよ。ここ行ったな。絶対小道に1個あるよね。来るなよ、来るなよ。押すなよ、押すなよ的な振りじゃねえから。<laughs> 来ないでくださいね。 オッケー。あ、来てる来てるあいつがどっち行くかだよね。ど、おわー、行った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 。今の危なかった。後ろ側見えないのかなあ、いる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 ,いるやつら集中してんな、あっちに。あっちに全集中ということで、私はこっち集中で行こうかなと思います。おたけんです。ここも見てみるかと思ったけど。うわー、来てる来てる来てるついてきてるわ。 この小道全部見たい外周はなかった小道はどうだまあでも外周見てる最中もこの小道は見たんで内側そろそろ行かないとまずいかもしんないねないよな来てないよねよしじゃあもう一回入りますか なんか左から来そうな気がすんなあおら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 ら私の直感当たるんだよ多分絶叫しないですって言った時だけ絶叫してるよね <laughs> 困るわそういうのそれから全然現れてないもんあっガチャガチャ聞こえた今大丈夫かな怖えこれはいマックス音量でね僕 プレイしてるんで、結構、耳に響くんですよ。脳が震えますね。脳が震えるーこれか。はい、あと一個だね。オブジェクト今の分かりにくかったな。しかも外側にあったし。マジ。こういうゴミに紛れて、置いてあることがあるから、いたね。ひょっとしたら見逃してるな、これ。 こういうところとかはそれでさっき1個を気づかずに回収してたんだろうねうん詳しく見ていきましょうかおっ <laughs> すごい速いなあいつら困るよそういうのまあ、低速だったら超特急って言えないんだけどさえー、どうしよう やっぱ敷地が広いと見つからないっていうメリットはあるかもしんないんだけど今いたこの物を見つけるっていう点で相当難易度上がりますよねいやーこれどうしようあんな橋とかにあったらパソコン砕くよいいのうお止まってるよく合うないやー見つかりたくねえな えー、ここはああ、行けるんだあるかなあれよ、ここに一個。オブジェクト毎回ランダムなんで、置かれる場所が。そこも怖いですね。向こう行ったか。じゃあ、その隙に、ここの小道を。ちょっともう一回だけ、周り見よっか。いや、ないよね。 ええー。難しいな。もう速度が僕より若干早いんで。怖いよな。あれこんなか入れる行けそうなのに。あ、行けるえ、あるかなえー、ないか。あるかなと思ったんだけど。えー、部屋の中もあるんだ。燃えてきたぜ。他にもあるかもしんないね、じゃあ。ショップ。どこにあるかな、ショップ。 カチャカチャ聞こえない。いや、これすげえ。とんでもない集中力使う。今、僕が全集中だわ。ふぅ。見つかったかこれこれ見つかってる見つかった状態で行かないとダメだ、これもう。負けないよね。うーわ。でもさっきのやつより遅い。見失え。 鉢合わせちゃったなさあ見失ってくれるかああ。どうだどうだあギリギリこの曲がるときにさギリ見られちゃってるからこれ負けないんだああ。仕方ないこう行くしかないなうわーやっぱりずっと見つかった状態 ただあのシルバーのやつに見つかんなければ、多分大丈夫だと思う。っていうフラグじゃないよね。大丈夫だよね。<laughs> クマさんはいいよ、もう。あ、来てる来てる。ハイハイで来るって怖いですね。巻いたか、これ。来たでー巻いたよーおっかさん <laughs> おっかさん、全国のおっかさん、巻きましたはい。結構ね、家族で見てるっていう方もいらっしゃって、ありがたいですよね。待てよ、これ。これ、オブジェクト内節ないどうなの全く見当たりませんよ。すごい走ってますね。あれかな光ってない気のせい いや違うかゴミだややこしいなうそ<嘘>見つかったマジかよこいつは負けねえぞあーどうするかもう後ろとか振り返んないで行くしかないなあーでも足音近づいてきてるもう無理だこれちはやい 終わった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 ねこれ終わったね真後ろにいるねもうドンくるねあ <laughs> すごい近いわ<笑><笑>やつの後頭部を見ながらプレイするっていう、はい、後頭部プレイですね ねえなあ、むずくないか。ジャンプ面白い主人公。えー、どうすんだろう。あー、これもう、厳しいなあ距離が、朝礼の時の距離じゃん。<laughs> えっと、この子はもう負けないとして、ギリギリでこの、ちょ、うわー <laughs> 混ざっちゃった。いやー、厳しいですね、これ。<laughs> ジャンプおかしいだろ、お前。 なんだそれ運動神経がいいのか悪いのかよくわかんないですね。この三人称をうまく利用するのいいですね。はい。<laughs> ちょ、彼が惨めなことになりますが。<laughs> 壁とお友達っつって。よし、あと一個。さっきのフック分かりにくいな前回とオブジェクトのものは一緒なんで、残りマイクですね。マイクがどこかにある。 あったこんなとこに来たー意外と時間かかったよかったーはい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。やっぱスリリングですねスレンディフレディ。何してんの疲れちゃったの大丈夫元気出して。君なら。<laughs> <laughs> ほーら、不審者だよ。追いかけてきなー。 待ちなさーい向こうになんかいるぞおっ<お>あの子何え近いけどえなんかいるえ新キャラあ消えたわえジャーンプバイバーイ